ね。議事のコント、野鳥の会のメンバーが森に入ってバードウォッチングをしていると、ラジオからあと3分で地球に巨大な隕石がぶつかるというのを聞かされた2人。って言ってましたね。マジか。樋口君、ジタバタするのはやめましょう。我々はこの森でたくさんの鳥を見てきた。美しい地球を見てきた。それを共に見てくれた仲間がいた。これが運命なら地球と運命を共にしましょう。ありがとう、樋口君。いい人生でした。ありがとうございました。あ、あと俺ちょっと青柳さんに一個言い忘れてたかもしれないですけど、俺実は森の妖精なんですよ。全く気づかなかった。で、俺結構空とか飛べちゃう感じなんで、さっきあのラジオで隕石まであと3分って言ってましたっけ。俺3分あったらギリ飛んで逃げれちゃうんですよね。なんで俺先行きますね。すいません。あ、お疲れ様、お疲れ様。またどっかで。助かりたくなってきた。いやいや、ね、行きますね。いや、乗せててよ俺も。いや、まあそうしたいのは山々なんですけど、俺ちょっと最大積載量っていうの。そんなトラックみたいなのあんの。ちょっと55キロまでしかちょっと乗せて取れない。ってことは俺は60キロでしょ。いや、どうにかなるでしょ。ちょっと一回やってみてよ。ちょっと5キロの間結構あるんだ。せーの。あ、やっぱ無理っしょ。ちょっと待って。ハハハハハハ。森で食べたカロリーメイト全部出したからいいから。ハハ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 ハ。腕切り落として体重軽くしようとしたんすか。そんなダイエット聞いたことありますか。こいつやばっ。ちょっと考えてみていいですか。腕がなくて血だらけのおっさんを背中に乗せて飛んでる妖精、これも悪魔っすね。じゃあ俺もいいよ。私も君に黙っていたことがある。え、私は野鳥の会のメンバーではない。え、野鳥の会に忍び込んでいた。え、まあ驚くのも無理はないだろう。あんた、一体誰だよ。焼き鳥屋の大将だ。珍しい鳥を持って帰って店に出していた。あんたの方が悪魔じゃねえか。どうだ、このうちの店で使える 10% オフのクーポン券、これで私を連れてってくれ。いや、使いどころない。いや、ちょ、これならどうだ。最初の生ビール1杯無料券。いや、そんな金には困ってない。いや、ちょ、これならどうだ。この森で見つけたミヤマクワガタの幼虫。もう一回試してみましょう。よっしゃ。せーの。あー、やっぱ無理っすね。くそー。あー、ちょっと、もう隕石来たんで、俺ちょっと行きますね。すいません、じゃあ、壊しました。怖い。樋口くん、樋口くん。あー、怖い。あー。店長ちょっと起きてくださいよ。だから客用の座敷でお昼寝するのやめてくださいっていつも言ってるでしょ。あと、もうお店オープンまであと3分しかないんで、店の中の掃除とあと串の仕込み、もう僕全部やってきましたから。じゃあ、あとお願いしますね。あと今日も一日頑張りましょう。樋口くん。森の妖精の樋口くんがうちの焼き鳥屋でバイトを始めてからもう2ヶ月が経つ。それからというものも私は毎日決まってこの夢を見る。このことは誰にも話していないし、この先も誰かに話すことはないだろう。ただはっきりしていることは、彼が働き出してからうちの店の売り上げが